1984年サラエボオリンピックは、1984年2月8日から2月19日まで、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国のサラエボで行われた冬季オリンピック。社会主義国でオリンピックが開催されるのは1980年のモスクワ大会以来であり、冬季オリンピックでは初の開催であった。規定の変更により、 入賞枠が6位から8位までに拡大された初の東京オリンピック大会となった。内子サラエボオリンピックの開催は1978年5月18日にギリシアのアテネで開かれた第80回国際オリンピック委員会総会で決定された。サラエボ、イエーテボリ、12年ぶり2度目の開催を目指す札幌の3都市が立候補し、 終盤まで激しい誘致合戦が繰り広げられた。既存の施設がほとんど利用できるとされた札幌が一時は最有力とも伝えられ、実際 IOC 委員による第1回目の投票では最も多い票数を獲得していたが、結局、大会会場をコンパクトに集約したサラエボが決戦投票で逆転し、開催権を獲得した。金メダル、銀メダル。 銅メダル、サラエボ SDECAYINGOLYMPICVENUESREUTERS.com ありがとうございます。